はい、おはようございます、五十嵐翔美です。今回は、大量生活初登場ということで、4月の、おかっぱりで、新製品を中心に、チャブル、TN スリム、チャンクロの 2.8、 あとはテナガスティックを、この辺を使って、1日、釣りをしていきたいと思います。まずは朝一なので、チャブルから巻いていきます。ではよろしくお願いいたします。まずは、チャブルからいきます。で、チャブルの特徴としては、普通のこの、いわゆるクランクベイトと違って、こう細身のミノーシェイプなので、クランクベイトって自分で巻いてたまに止めたりっていう、こういう何ですか、小技みたいなのを使ったりするんですけど、チャブルは細身で自分からアクションをつけてあげることも可能です。っていうのは、キャストしてこう巻いてきた時に、このシャットとかミノー感覚でこうツイッチとかこうジャックみたいにすると、意外とこうダートしたり、クランクベイトだと浮力があったりありすぎて、その自分でアクションつけようと思っても、ただブルブルブルってなるだけなんですけど、このチャブルは細身なので結構小技を効かして自分でこう食わせの間を作ってあげることも可能です。今んとこバスらしき反応はないですね。多分まだ朝、今朝一なので、バスがベイトを追って、小魚を追って、多分ここのリップラップのラインをこう泳ぎ回ってるんだと思うんですけど、僕の予測では。それにこううまく遭遇すると食うのかな。でも今、普通、こうハードプラグってまっすぐ、泳ぐようにセットするのが基本なんですけれども、今こういったこうリップラップ、石がこう積み上げられてるとこ、石の、場所を狙ってるんですけど、やっぱりどうしても根掛かりがしやすい。そうなるとやっぱり根掛かりばっかすると自分のリズムも崩れてきたりするので、僕はこういう場合は気持ち、ここのなんていうんですかね、愛をほんの気持ち曲げてあげることによって、ある程度自分のリズムで巻いた時にまっすぐ泳ぐ、セッティングにしてあげて、でもちょっとこう 岩とかに当たるとこうそっと泳ぐようになるんですよ。そうしてあげることによって、根掛かりを、激変させて、横にこうそっと泳ぐようになるんで、小魚がこう逃げ惑うようなアクションにもなったりするんで、こういう、チューニングも結構面白いです。愛をこう軽く曲げてあげるだけですね。よくまっすぐ泳がなくなるとこう直したりするんですけど、あまりにも巻いたらこう反っちゃうのはダメですけど、気持ち早く巻いたら横に反るようなセッティングにしてあげると、こう岩の場所とかよくかわしてあげられます。はい、今度は、ちょっとしたカバーとか、枝がこう重なってるとこがあるんで、ちょっとテナガスティックの、3.9 インチでちょっと打ってみます。結構このテナガスティックってもちろんバックスライドはするんですけど、こうメインの腕が結構細身で結構長いので、こうバックスライドだけじゃなくて、ボトムにこう落とした時のこのアクション、
こう逆に水を受けるので、こうやってこう腕を折り曲げて水中で動きます。こうシェイクとかでもしても全然ありですね。普通に 3.9 インチはベイトフィネスのタックルで全然投げれますね。そのバックスライドのルアーって、ルアーは向こう側に行く、でも糸はこっちから、なんですか、テンションを張っちゃうと、ルアーは向こう行きたいけど、人間がこうこっち側で糸を張ってしまうと、バックスライドするもんもうしなくなってしまうんですよ。っていうのも、こっちがこう糸を張っちゃうと、向こうに行きたいけど、人間がこうちょっとでもテンション張っちゃうと、綺麗にバックスライドをしなくなっちゃうので、投げた時はしっかり場所に落としたら、しっかりこうラインテンションを無にしてあげる、まあ、張っちゃダメです。張らないで落とすと綺麗にこうスーっていくので、逆にちょっとストップブレーキをかきたいなと思う時は、ちょっとこうピンって張んなくても大丈夫なんで、ちょっと竿で糸の重みを感じるぐらいにすると、ちょっとブレーキがかかって、まあ、落ちるスピードも遅くなりますし、ちょっとこう落ちる角度っていうのがもうちょっと浅くいったりもします。まあ、基本は、フリーに落としてあげる。テキサスリーグもやっぱりその打ち物系はやっぱ基本はフリーに落としてあげるっていうのがやっぱり、大事ですね。はい、ちょっとなんかもう午前中、まあ、朝一バイトがなくて、なんか見てもらうともう晴れてもう風がない状態なので、ちょっとあの TN スリムにして、もうちょっとこう反射的に食わせるイメージでちょっとやっています。さすがに今の感じだとチャブだとちょっと動きが、強いかなと思って、で TN スリムは、普通の TN と比べてめっちゃ動きがタイトなんで、あのバイブレーションがあんまり、まあ、バイブレーションですけどそこまで動きが強くないんで、ちょっとこれでやってみます。よっしゃ、暴れんなよ。おー、いいサイズ。やばい。早く出て、早く出て、早く出て。そうかな。うわぁ。よっしゃ、慣れてないから。はい、 TN スリム、1本目。はい、今、1本目、TN スリムで釣れました。で、ここもさっきの対岸に来たんですけど、まあ、リップラップが岸側に点在してて、でキャストしてまず水深とか分かんなかったんで、とりあえずボトムにまだ落として、こうコリコリコリってこう岩にこう当たりながら来てたら、だからバイトっていうバイトがなくて、ん？っていう感じで重くなって、そしたらまあ1本目で TN で釣れました。多分コン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 、ヒラヒラヒラで多分食ったような感じです。だからそのアクションが岩に当たってもこう普通の TN よりも弱いので、そういったこうちょっとダートっぽいような多分今アクションで食ってきました。まあ普通の TN と
お、来た、また来た。よっしゃ、来た。またまた釣れました。やばいですね、 TN スリム今2連発中です。またサイズアップ、なんかちょっとメスっぽい感じですね。今のもさっきのと違って、今これ釣れたのも、もうめちゃめちゃもう岸際で、岸際になんかこう稲子みたいのがいて、もう目で見えるぐらいのとこをバーってひだら下から突き上げて食ってきました。すごいハマってる。いいんじゃないかな。TN のスリム8で、僕的にこのルアーのいいとこっていうのは、まず、この細身のボディのおかげで、スピーディーに巻ける、非常にこのブルブル感がまずその少ないので、もうリズムよく早く巻いてこれる。そのおかげで岩とかに当たってもすぐこう、なんですか、岩に当たってもこうひら打ってもすぐこう体勢を立ち直してグワーって巻いてくれる。でベイトがいて食い気のない魚でも、このスピードのリアクションで、スイッチを入れることが、可能で、あと今回結構狭い範囲で、魚を多くキャッチしたんですけど、その動きがタイト、この動き幅が狭い、そのおかげで小場所でも、バスに、プレッシャーを与えない、あまり違和感を与えないで、少ないスポットからでも多く、魚を出せるかなって今回の、ロケで改めて、実感しました。はい、次に、チャブル、このルアーの特徴は、まず浮力がものすごく高い、高いと同時に、回避性能が優れてます。で普通のクランクベイトみたいに、丸型、一般的な、丸い形だとこう岩の隙間に入ったらやっぱりその面が大きいんで、こう入ったらやっぱり引っかかって出てこなくなっちゃうっていうことが、結構あるんですけど、この細身のおかげで岩にこう隙間に入っても細い分ちょっとこう力を入れればパンってこう出てくれるんですよ。でアクションも、クランクとは違って、シャットと、クランクベイトの中間で、このクランクも比較的こうリズムよく巻いてこれる、クランクベイトです。まあクランクベイトっていうか、ミノークランク、まあ新しいジャンルと言われているんですが、これはなんか もっともっと使えば使うほど、こういう時に使いたいなっていうのが多分僕の中でもこれから出てくると思うんで、もっと使い込んでみたいなと思いました。ちょっとあれから TN スリムをずっとキャストしたんですけど、ちょっとなんか反応がなくなったの でチャブルにもう一回変えてみます。でなんか向こうから上流側から風もそよそよ吹いてきたんで、今度は逆にもうちょっとアクションの強い方が、いいかもしれないんで、で魚がやる気があればあるほどこういう強いルアーで、探った方が効率がいいんで、ちょっとチャブルでやります。やっぱりこういうイナッコとかがメインベイト、まあイナッコっぽいのがいるんですよ。でそういうのを食べてるときはやっぱりクランクとかよりこういうミノシルエットの方がやっぱり食わせやすいと思うんで、このチャブルも愛を若干曲げてあげるから、上げてあげてるんで、岩に当たっても右左に動くんで、岩をすごいかわしてくれる。要はその岩とかに当たってもまっすぐ泳ごうとはしなく、来た。
あ、バレたくそバレた、ちっくしょ、さっきよりちっちゃいかもしれない。だからそのまっすぐまっすぐ泳ごうとしなくなって、逆に岩とかに当たったら予測不能な、まあトリッキーなアクションになるんで、まあバスも急にスイッチが入ったり。僕は結構こういう寝分かるなと思うとか、大抵気持ち曲げますね、愛を。はい、今日のラストポイントにやってきました。まあ朝一の場所ですけど、大谷が最下流域、もちろんチャブで行きます。よし、巻くぞ。まあ、ベイトも相変わらずいる。ちょっと TN スリム8チェンジ。食った、よっしゃ、絶対取る。よし、やっぱりこれ、よっしゃい、やったー、やったー、やったよ。貴重な、これがブラックバスでございます。やったぜい。お、食った、お、でっけ、うん、やばいやばいやばい、イエッサー、やったー、いいサイズ、ふっと、いい対抗してますね。TN スリムヘイトでした。いや、ハマってますね、これ。ハマってるわ。散々今日ここも他のルアーで流したけど、これじゃないと食わないっていう。まあ、バスフィッシングっぽい一日でしたね、今日。結局やっぱり、その瞬間で好きなルアーっていうのがあるんだなと再確認できました。はい、おはようございます。撮影2日目です。今日はちょっと場所をガラリと変えて、吉野川の五木の方にやってきました。で、ここは、消波ブロックだったり、ブッシュ、結構そのカバーメインの釣りになると思うので、今日一日、まあ、このワームメイン、チャンクローと、テナガスティックを使って、一日、釣りをしていきます。ではよろしくお願いいたします。1月ぶりの吉野川リベンジだ。まず、最初の場所、まあ、ショアブロックなんですけど、まあメインは穴打ちになるかなと思ったんですけど、結構なんかその提灯釣り、まあ、テトラにこう、まあ、ショアブロックにこうやって引っ掛けて
バスからこっちが見えないようなアプローチをちょっとしていきたいと思います。やっぱこのバス結構その結構連日人が多く、まあ結構ここも人気ポイントなので、普通のアプローチじゃどうしてもやっぱり、逃げてしまう。でバスからこっちが見えてる状態でキャストするとやっぱり逃げてしまうので、バスがこっちの存在に気づいてない状態でキャストをしてあげると、もうこれ全然あの魚の反応が違ってきます。まずちょっとそのアプローチから始めていきます。なんかこう前来た時にこの上の高いとこからこう消波ブロックの張り方を観察すると、やっぱりどこの消波ブロックでも大体こう張り出てる場所とか何箇所かあるんですよ。やっぱりこうダラ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 こう流すのもまあいいですけど、効率よくやるなら張り出てる場所だけやるのもありですね。ここだとこの上に乗って見ると綺麗にこう消波ブロックの張り方が見えるんで、やっぱり、まあ、バスはその変化っていうのをものすごく、気にするので、やっぱりこの消波ブロックでも何もない、何もこう普通に入っているちょっとこう張り出たとことかにやっぱりよくつくんで、ただなんとなく消波ブロックで釣りをするんじゃなくて、変化のある場所で釣りをする、まあ、消波ブロックに限らずどこ行っても変化のある場所を常に頭の中でこう思ってると釣れるようになります。なんかさっきより雰囲気があるような気もするな。はい、大谷川にまた、移動してきました。もう見ての通り風速10メーター超えてます。まあとりあえずまた、チャブルで、まあいろいろ巻いてみたいと思います。頑張ります。まあ普通にキャストはできる。よっしゃ、チャブル。うわうわうわなんでバレるかな。なんでバレるかな。綺麗に暴れた。まあサイズ良かったですね。まあちょっと、まあまあ、まあ、食った。よし。めっちゃだね。よっしゃ。重っ。うい。やったー。
出たよ。コロンコロンです、この子。完結。いや長かった長かったわ。はい、お疲れ様でした。2日間、まあ吉野川水系、まあ旧吉野川水系で、2日間、釣りをしてみたんですけど、初日は4本で、今日は1本で、昨日と今日の大きな差っていうのはやっぱりその水位の差で、水位の差と、風で、初日は、そこまで風が吹かなかったので、TN スリム8で、まあ、ゴロタエリアを、手早く探って、4本で、今日は、まあ、風速10メーター超えてさらに減水で、濁りもちょっときつくなったので、もうちょっと波動を強くした、チャブルで、沖の、石を狙う、釣り方で、釣ったんですが、この4月の、まあ、後半の釣りを今回してみたんですけど、やっぱりちょっとこうリアクション的要素が高い方が、バスを反応させられるんじゃないかなと思った、2日間でした。また、次回、出れることがあればまた別の釣りで、いっぱい釣ってみたいと思います。では2日間、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。